クリコボの戦いにおいて、モスクワ軍の救援に駆けつけた、ポラツク公アンドリュスとブリャンスク公ドミトリウスの兄弟、ドミトリウス・アルギルダイティスは、リトアニア大公国の統治者アルギルダスと、その最初の妻のビリチェプスク公女、マリアの間の2番目の息子、ブリャンスク港。1356年、アルギルダスは、息子のドミトリウスに、スモレンスク公国から奪ったトルブチェフスクと、 スタロドゥーブを含むブリャンスク公国を与えた。ブリャンスクはリトアニア大公国の心臓部から北西方向に遠く離れており、モスクワ大公国に領域を接していた。1370年、モスクワ大公、ドミトリー・ドンスコイは、ブリャンスク公国を征服使用して失敗した。1372年、ドミトリウスは父アルミルダスとドミトリー・ドンスコイとの間に結ばれた。 リブツク条約の承認となった。1377年に、父が死ぬと、ドミトリウスは対抗くらいの後継者として、父が指名したイボテイヨガイラを支持せず、対抗位を要求する、同母兄のポラツク公アンドリュスを応援した。アンドリュスは自分こそが、対抗くらいの正当な継承者だと信じており、ポラツク、プスコフ共和国、リボニア騎士団、 モスクワ対抗国からなるハンリトアニア同盟を組織してヨガイラに対抗した。ドミトリウスは同盟の中では消極的な役割しか果たさなかった。彼はヨガイラ対抗にする戦争に参加することもなく、1379年にモスクワ軍がハンリトアニア同盟を口実に自分の領地を占領した時も反撃をしなかった。ドミトリウスとその妻子はモスクワ軍の引き上げに随行して、 モスクワに移り、彼はドミトリー・ドンスコイからペレスラブリザレスキーを所領として与えられた。1380年、ドミトリウスはジョチウルスとロシアとのクリコボの戦いにおいてロシア側の騎士を務めた。ロシアの年代記はこの戦いにおけるドミトリウスと兄、アンドリウスの知略を褒めたたいている。1388年、アンドリウスがスキルガイラの軍隊に 逮捕されて、ポーランドの監獄に収監されると、ドミトリウスは、今やポーランド王となっていたヨガイラと和解し、かつての領地ブリアンスクに戻った。1399年、ドミトリウスは、ジョチウルスとのボルスクラ側の戦いにおいて戦死した。ドミトリウスの息子ミカイラスは、トルベツコ池の子祖とされている。ありがとうございます。